国民民主党、品武氏がパニックに、茂木大臣、民主党政権で統計を変更。本日、国民民主党の品武氏さんが、国会でパニックに陥っておりました。動画で見ていただきますと。一体を見誤る、見誤るような統計の数字の出し方は、これはおかしいと思うんですが、総理も同じ見解なのかどうか、お願いします。総理にお尋ねします。 まずはこのデータのことなんで、えぇ、ー、茂木国務大臣。あの、例えばですね、2016年、あの、GDP 統計の基準の変更と行っておりますが、政府としてですね、数字を大きく見せるために、今、恣意的な基準の選択とか、統計手法の選択というのはですね、全く行っておりません。あの、見直しはですね、統計上の検知から、最新の国際基準、 ああるわけであります R&D を資本化するとか、他国が取り入れていることも、これに対応する、また統計の精度を向上させるために行ったものでありまして、そもそもこの方針、これは2011年、民主党政権時代にですね、方針が決定をされたものであります。さらにですね、家計調査の話、いろいろありましたが、多分ですね、専門的なところで、えー テレビをご覧の皆さん、分かんない部分はあるかと思うんですけれどあの家計調査、これ、世帯当たりの収入とかです、ね、消費額っていうのを見てるわけです、ただしこれ、同じ家族構成の世帯、例えば、サザエさんの家を見てるわけじゃないんです、ずっと、まあ、これあの毎、毎月勤労統計がです、ね、一人当た,たりの賃金でも。そもそも答弁求めてててまません要大にに入っっよよ <laughs> いい、ええ、このようになおりまして こちら、茂木大臣が専門家だと委員長から指名を受けて分かりやすく説明をし統計の主張が変えられたのは民主党政権ですよと言われた途端にああだこうだとやじを飛ばして最後は指名してないと答弁を求めてないと何度もですね、話をやめろと要求されていたんですけども。 都合が悪いことを言われたら話をするなというのであれば、国会で議論が成り立ちません。品武さん、国会はあなたがですね、あなただけが勝をする場ではないんです。国民が抱える、日本が抱える問題を真実事実に基づいて議論し、政府も与党も野党も、 一緒になって協力をして、問題を解決するためにはどうすればいいのか、そういった話し合いをして、実際に問題を解決していく場でありますので、ぜひとも、品武さんには、ご自身にとって、国民民主党にとって、都合が悪いことを言われてもですね、真実、事実でありますので、しっかりと受け入れていただくように、お願いいたします。 以上になります。ご清聴いただきありがとうございました。